そういう法律ができたと思うんですよ。ところが、もともと嘘で積み重ねて、他人をコントロールしようとかね、それで儲けようとかいうのが、一種の詐欺なんですね。それがリサイクルでしたから、どういう法律を作ったかってったら、これも聞いたらわかるんですけど、今のリサイクル法のリサイクル率の定義はですね、リサイクルすると言って、運んだものなんですよ。移動したものなんですよ。移動したっていうか、まあ、窓口を作って、そこで受け取り書を出してもいいし、 移動したっていうのをどういう形で証明するかはまあ別にしましてね。いずれにしてもまあ一番典型的なのはゴミを回収する人が回収したペットボトルをペットボトル再生リサイクル会社っていうところに持って行ってそれでそれを渡してそれで窓口でそこからリサイクル品何キロって10キロって受け取るとそれでリサイクル率が決まるんですよ。それがその後リサイクルしたかどうかは問わないんです。これが法律なんですね。法の抜け穴って言いますけどこれは 最初から法に肉穴をつけなきゃいけないわけです。っていうのはですね、今、町の人がペットボトルを使いますね。それを市役所なら市役所が集荷して、いろんなものを除いて、そしてペットボトルだけにして、まあなんだったらキャップを外したりね。まあキャップってのは、ね、材料が違うもんですからね。まあ、材料が違わないとうまくきちっとならないんですね。硬さなんかが。同じだとうまく締まらないんで。 で、ペットボトルの蓋っていうのはペットではないんです。ポリエチレンテレフタレートではないんでね。それで、まあ、あのペットボトルの蓋をまた分けて、これまた嘘なんですけど、またこれがまた嘘なんですけど。嘘で固めてますから、全部嘘で固まってますからね。それで、それをこう運ぶ。そここっちにリサイクル業者とかリサイクル工場ってのはそこに渡す。そうすると、そのリサイクル工場で、あの受け取りましたっていう証明を出してくれるんですよ。それを今度はこっちに持ってきて、 えこの市はペットボトルを60%リサイクルしてますっていう嘘の報告をするんですね。だけど、市役所の人にあなた嘘の報告してんじゃないんですかとりあえずちゃんと法律に基づいて、ちゃんとリサイクル会社に持ってって、そこの受付でちゃんと係りで測ってもらって、そして10キロなら10キロっていうリサイクル品の証明がここにありますよとこう言うから、まあ新聞記者なんか嘘だってことを知ってるんですけども、それでそれを使うんですね。ところがその、 リサイクルを受け取った工場っていうのはもちろんリサイクルしてないんですよ。どうしちかってリサイクルする先がないから、技術もないし、用途もないもんですからね。だから結局それ焼くんです。そうすると、日本全体では国民がですね、使ったものをリサイクルするんだと思って一生懸命時には洗ったりね、ラベルを剥がしたりね、キャップを取ったり。まあ、それは真面目な人がやってるんですよ。それでリサイクルに出す。そうすると、役人はね、 半分は知ってるんだけど、まあ、しょうがない。これ、ね、リサイクルするってとなってるから、法律に基づいてね、役人はいるんだと。法律を作った議員が悪いんだから、俺たちの責任じゃないってんで、それを運ぶ。今度はリサイクル工場の人たちは、それを受け取ってリサイクルしますよって書くことによって、その安く引き取れますからね。それでやると。それで工場の後ろで全部焼くと。実際は焼いてる。だから、 本当は分別もいらない。紙を外すのもいらない。キャップを外すのもいらない。何にもいらない。そのまま市役所の焼却所を持ってって、そして家庭ゴミ、台所のゴミなんかと一緒に焼くとね、ペットボトルは空間がありますから、カラカラですからね。だからゴミはよく燃えると。燃えるときにはべちゃべちゃした台所のゴミなんかそのまま燃えないの誰も知ってますよ。だからそういう新聞紙とかペットボトルとかそういうものと混ざってるからゴミって燃えるんですね。 だから燃えないからしょうがないから一時ね、みんなが真面目にペットボトルのリサイクルなんか始めたら、あの、焼却場ではしょうがないから灯油をかけて燃やしてたんですよね。<laughs> ゴミをさらに増やして燃やしてたんですね。で、このことはやがて私がですね、リサイクルしてはいけないという本を書くきっかけになりました。それから環境問題はなぜ嘘がまかり通るのかっていうのはその思いの言葉ですね。まあ嘘だらけだったもんですから、それはどうしてかっていうと私が名古屋大学時代にね、ある学生が訪ねてきます。 その学学生生生は僕がが教ええた学生じゃないんんですが先生耐えられません最初そう言いましたねそして何をお話になるかと思ったらそのリサイクル工場に勤めてる人なんですその人は毎日毎日、えー、市役所から来るペットボトルのリサイクル品を受け取ってで1 0キロとか1 0 0キロとか書いてそして受け取るんですところはもちろんリサイクル技術もないし用途もないんで工場の後ろで焼いてるんですよ それで彼はどう言ったかっ。私はね、名古屋大学でちゃんと工学を学んで、それで卒業しました。卒業してみるとね、私の仕事は世の中に嘘をついてる仕事なんです。技術者になって、こういう仕事はやりたくないと。それで今日は先生にその実態を話しに来ました。こう言われましたね。私が環境問題はなぜ嘘がまかり通るのかという本を書く動機になったのは、この学生の苦しさなんですよ。 両親に背く苦しさね。もう一つは、紙のリサイクル。あの頃、紙のリサイクルも始まったんですけども、これも嘘だらけだったんですよ。これはまた別に東京から名古屋までね、これを訴えに私に来た人がいましてね。それはもちろん全部僕調べるんですよ、その後。その人が言ったことをそのまま信じるわけじゃなくて、ちゃんと調べて、それで、本当にそうだな、といったものを書きました。そういう点で、環境問題はなぜ嘘が分かり通るのかっていうのはね、 100万部も売れてですね。100万部じゃなくて60万部くらい売れましてね。それから話題にもなったのは、やっぱり私のところに来た人の真実。私がそれに対して、こんなことじゃいけないなと思った。日本がこんなに嘘のまみれるね。日本になっちゃいけないなっていう私の心。そういうのがやっぱり読者に訴えたんだと思います。